ります。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ2020年元旦ということでおせちを用意いたしました。おせちってなんか虫とかじゃないよね。どうぞ。開けたくねえよ。ゲテモンではないのね。気をつけてくださいね。いやもうやだよそれだったら。どういうこと。ちゃんとしたおせちじゃん。こちらのおせちですね、はい、1万円でございます。マジで？うわ、すっげえ。このアワビとかもうしばらく見たことないよ。食べましょうか。いいの？はい。じゃあもらうよ、ほんと。あ、ただですね、岩川さん、この後企画のロケがもう入ってますんで、はい、もうそろそろ出ないとなんですよ。別に芸能人じゃないんだから出る必要ないでしょ。いやでも正月ももう働かなきゃいけないので、現代の人ってお正月も働いてるじゃないですか。みんな忙しいじゃないですか。で、岩川さんも忙しいんでしょ。いや別に俺の動画撮るのはいつでもいいでしょ。そんなお正月忙しい人のためにサクッとおせちを食べられる方法を見つけ出しました。10秒おせち。10秒チャージみたいな。まさにそれです。あれと同じですね。液状にして10秒でサクッとおせち食べましょう。かあじゃん。いやもうこれもう普通に食べればいいじゃん。いやもう時間ないですよ、これ言ってないから。だから時間があるよ。これマジでこんな感じでいくの？はい、どんどん入れていきましょう。1万円だよこれ。いきますよ。あ、それでは、はい、完成です。サクッと。どうぞ。はい、いただきます。食材の悪いところだけがなんかこう手を結んだ飲み物があって、一回ちょっとご飯の気持ち選べるよ。あれ？あ、ちょっとずつ食べたら意外と美味しいかも。悪くないかもしれないね、これ。これ発明じゃないですか、もしかして。結果、一口で全種類の味が楽しめるってことですよね。これ魚だ、美味しい、あ、これ意外と美味しいね。やっぱ元が美味しいから。やっぱり結局、元がいいとどんな姿になってもいいんですね。まあ普通に食べた方が絶対美味しかったけどね。バザーイ、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 バザ